ハンガリー写真博物館所像のドゥフレックス・ドゥフレックスは、ハンガリーの株式会社ガンマ精密機械、工学製作所が1946年から1947年に発売した一眼レフカメラの一種。日本では、英語風に、ドゥフレックスという表記が見られる。ドゥロビチエネは、アイレベル成立肖像一眼レフのアイデアを1939年頃に考えつき、 1943年8月23日に特許を取り、ガンマ社に持ち込んだ。ガンマ社社長のユハース・イシュトバーンはこれに感心し、カメラを設計させた。デザインはネイメット用ジェフ。当初の試作品は M42 マウントだったというが、市販品は専用バイオネットマウントに変更されている。ボロミラー式の一眼レフアイレベルファインダーとブライトフレームファインダーが併設される。 一眼レフファインダーのミラーはクイックリターンでボディを小型軽量化するため交退しつつ跳ね上がる。後期のモデルでは自動復帰式フィルムカウンターを採用する。これ以前の一眼レフカメラはレフファインダーがウエストレベルのみで縦方向の撮影が不可能に近かったり一度シャッターを切ると巻き上げるまでミラーが上がったままになりファインダーが全く見えなくなるなど問題点が 多かったが、トゥフレックスは、史上初のアイレベルファインダーなど、以降の一眼レフカメラにおいて、基本となる機能をほぼ備えた、エポックメイキングな機種であった。しかしながら、冷戦のため西側の市場には全く影響を与えられず、1950年に、ソビエト軍の真鍮の影響で製造が中止された。生産台数は、約200台とも、約500台とも言われる。 このカメラの存在が日本で認知されたのは1970年にカメラ毎日の特派員が現地で発見してからであった。前述の通り生産台数はわずかであったため、中古市場で見かけることは極めて稀である。今日一般的なペンタプリズム式ではない。クイックリターンミラーに関しては、東ドイツのカメラウェルクシュテイテングーテトルシュが先だとされる。ありがとうございます。